コーヒー買い行くのコーヒー買い行くの動画にするって何マジそれ俺も行くとか言って動画回してる取れ高コーヒー買いに行ってみた興味ねえって経験者やってみたワクワクしてんだろうな見てる人たちはえこうなってるって今日気温が2度らしいからなホットコーヒーを買い気温が2度ということで、うん、ホットコーヒーを買いに行こうと思います。動画っぽいぞ撮れ高テスカメラマン動画っぽいぞ動画っぽいですねこれは今使ってんのがエレベーターこれだかちゃいますよエレベーターってこれはエレベーターみんな知ってるってエレベーター記録の動画みたいなそうですね残すネック見てるみたいないやあじゃあ自己紹介を僕が吉野長見そんな感じなんだファミマに行くのセブンに行くの今日はファミマに行こう今日ファミマなんだトレーダーがなくなった世界全部撮った後の YouTube この世からワクワクがなくなりましたもうみんな見たことありますホットコーヒー買いに行くでもうその一人がついてきて動画回していやサマーズやこれはやってること、はい、サマーズぐらい売れてないサマーズさんじゃないともう無理人間が面白くないと無理やなこれは今あれで夜ですかこれ夜でしょいらんわかる夜か夜もなくなった世界こんな時があったんだ記録のいいですねいやーいやあタバコって言葉移していいっけ変わってないよ法律大丈夫時代な遊ばれてます彼女目線でね、吉野がね俺、長身と付き合ってばっかじゃねえよ俺、長身と付き合ってばっかじゃねえよでも、でかいぞ、しかも何マジで、この動画俺、ちょっと喉枯れてるし、かわいそうちょっと喉枯れてんのに何喉枯れてるこんなことされてなんか、ネタやるたび喉枯れてるよないやその数とかじゃなくて明日で見直せよ、マジでなんで腹の方は枯れねえんだよギャーギャー言ってんのあファミリーマートに着きましたそれではお店の方はちょっとあれなんで、はい、一旦また後でダリよしよし働く車の動画いやということでホットコーヒーを買いました嬉しい一応あの店員さんにあのね頼むタイプのやつだったんで、うん、ホットコーヒー一つって言ったんですけど、はいはいはい、クレジットの画面になってて、うんうん、ホットコーヒーがクレジットカードに聞こえたみたいですすごいねクレジットカードください、はい、ちゃんとエピソードもこさえてきて嬉しい取れ高っすね取れ高だねいや誰が歩きながら飲むんだろうあっちいだろ下かわいそうに上唇が終わっちゃいましたけどそりゃそうだよあでもこれを思いっきりかぶったりしたら取れ高になるかそれ使ってるYouTube にいやいいよあやばカメラマンと目が合っちゃったやばいやばい気にしてないふりしよう寒い2度マジで寒いなえぐいあそういえば長見一回持って OK ですカメラマン交代でですからかえ三脚俺そういえばって意味わかんないことそういえば三脚使いしてるあとその取れ高ありそうだからコンビニまで動画回すぜって言い出したやつのグラタン待つ時間あったグラタントマトグラタンあんたがこれやからすぐ帰れたのになんかテンション高く行く必要もなかったしさあちょっと、神保町着いたんで、はい入ってみましょうおっ神保町のいや U ターンであんまそんなに言わない一回ここから出た神保町に入っていくのがエレベーターですねない世界 ね変わらず知らん、あ意外とすぐ来るんですねそうエレベーター完全に知らんかったその感想ないよ意外とすぐ来るとか僕たち5階から来たんで、5階のボタンを押して閉まるボタンを
押します。レクチャー動画エレベーターの教材ちょっと重力でね。やってるやってる。こんなことないです。エレベーター。すいません、ね、ちょっと重力。トレザカを作ろうとしている。重力すごいな。トレザカすごい高いところまで行ってる、ね。ちょっと落ち込んでる。トレザカ作ろうとしてる。すごい重力でした。見たことないトレザカ。体が軽いですよ。嘘つけ。あまた嘘つけ。キモい子車の名前あったら。いやということでホットコーヒーを僕たちは買いに行ってきましたが無事買うことに成功。よしのややす免許合宿、行ったことあるやつは幸せになれない。あどうした。え、よしの何？ 6 回行くの？ちょっと待って、マジで回してる。ほんまに言って、ほんまに言って。住所、プレゼントの住所映っちゃうから。ちょっと動画行くならちょっと、あ、動画行くなら6回行くなら勘弁しちゃった。6回行くなら動画回さないとな。そんなことね。うん、回さないと。やれることね。これがエレベーター。いやもう言って、やれることなさすぎて。これずっとやってた。やれることなさすぎてエレベーターの説明するの。今5階にいるんで、ここから6階に上がってます。はい、失礼します。今5階ですね、この状態。で、今すごい重力かかってます。あ、すごい、やっぱりこれね、上に上がるとき重力すごいんですよ。すごいですね、やっぱね。取れ高がね。はい。取れ高がいい。今取れ高が取れてる状態。出てみたいと思います。あ、体軽いっすね、やっぱりね。焦ってんのかこいつ。うん、さあ、20年ぐらい売れてないやつの焦り方して。ここが今6階ですね。さっき言ったのが5階です、これの1個下となっております。そう、大丈夫。あ、お疲れさまでした。ちゃんとね、挨拶はね、大事ですからね。プレゼントいっぱいもらって、なんか、うん、紙袋がないと持って帰れないよって。あ、嬉しいですね、やっぱ嬉しい悲鳴ですね。うん、紙袋がないと持って帰れないよって言ってた。あ、ここ使わないんで。お前さ全部切れ、俺んとこ以外全部切れ。なんでだよ、変な動画。何の動画なんですかね。俺んとこ以外全部切れ。意味わかんないでしょ。あ、もらってる、もらってる。あれ取れたか。もう今すごいですよ、取れたか。タイトルを板橋ハウスってだけにするんで。タイトル板橋ハウス。はい。あ、でもお見送りしますよ。あ、そっか。5回で1回止まっちゃうな、これ取れたかちゃう。これでも連打すれば多分消えますね。あ、でも消えない時もあるんだ。そうそうそう。あ、重力忘れてた。重力忘れることないから。ベジータみたいな。いや、今日は疲れたね。ギリギリプリンス大喜利ライブ出てないか。だからバチバチライブ。バチバチライブ。だから疲れたわ。昨日もな、オールナイトのな。あ、そう、キョウクさんとオールナイトトークライブしてね。トークライブやって。板橋ハウス？いや、阿佐ヶ谷やった。あ、残念ながら。なるほどなるほど。板橋ハウスはどうでした？いただきますの話以外無理。あ、やばい、映さ、映さ、映さ、やばい、あ、やばい、逆板橋ハウス。一生忘れないやつ。多い、逆板橋ハウス。確かに、ね、調布の実家だけど。知らねえよ、場所で場所で知ってんじゃねえか。今2度ですからね、今ね。寒いな。気をつけてください。お疲れ様です。った、また気をつけて。終わったぜ。今から駅行く？いや、まあ、駅の動画も。帰った、帰った。お疲れ様です。ここが自動ドアですね。今からエレベーターに乗りたいと思います。